密閉機器と申します。主にエアホースリールですとか SST や認証工具なんかを作っているメーカーになります。今回皆さんにご紹介したい商品はエボリューションライト。実はこれ3世代目なんですけれども、すごく人気があるコードで有線で使ってもいただけますし、コードレスで室内ですとか出張サービスなんかにも使っていただけるものです。スイッチ一つでロー、ハイ、切り替えができるような形で、ローモードで連続14時間の点灯ができるような感じになります。で、後ろにインジケーションもついてますので電池の消耗状況なんかも見れます。明るさも広角に拾えるタイプのフロストタイプのスモークのレンズとクリアーのレンズの2種類が用意してます。耐久性、ショック性なんかにも強いので、例えば落としてしまったとしても点灯が大丈夫な状態になっています。これをぜひ選んでいただいて実作業で使っていただけたらなと思います。新たな機能ですね。